アントニー・ドロンは、フランスの映画俳優。俳優アラン・ドロンと、女優ナタリー・ドロンの長男である。レザージャケットのブランド、アントニー・ドロン1985も手掛けている。1964年9月30日に、アメリカ・ロサンゼルス市内の病院で出生し、1歳の時に両親と共に、フランスへ帰国する。4歳の時に両親が離婚。父アランは、ミレユダルクと、 新たな人生を歩むことを決める。母ナタリーが女優としてのキャリアを追い求めるため、アランをデビューさせた芸能人事務所ジョルジ・ボームが後見人としてアントニーを育てる。アントニーは厳しい規則に縛られた学校や寮生活に反発。度重なる転校を重ね、ロンドンのレコード会社に就職。その後、ナイジェリアで軍政権反対し、 黒人解放運動家としても知られる、同国出身の歌手フェラクティのドキュメンタリーを作ろうとするなどの試行錯誤を重ねる。18歳の時に銃の所持で逮捕されるが、出所後にレザージャケットのブランドを立ち上げ、20歳の時に最初のコレクションを手掛ける。1年後にはフランスとヨーロッパに130店舗を展開するまでに至る。アントニーはアメリカ・ニューヨークへ移り、 ポップアート芸術家のアンディ・ウォーホル、ファッションデザイナーのダイアン・フォン・ハステンバーグ、女優のブルック・シールズ等、様々なアーティストと交友を深め、充実した生活を送る。そして、イタリア人映画監督のアルベルト・ラッテアーダと出会い、映画、心の棘の撮影のために、ローマへ渡る。翌年、映画、予告された殺人の記録が、カンヌ国際映画祭に出品される。この作品は、 南米や東、ヨーロッパ等で成功を収めたものの、母国フランスでは、父アランとの比較に終始された。24歳の時に、ロサンゼルスへ移り、ユタ州にいた母ナタリーと再会する。ロサンゼルスで演技指導を受ける傍ら、フランスでのビジネスを続ける。その後パリへ戻るが、フランス映画界では、父アランの存在が大きく、アントニーは俳優として認められずに苦労する。 33歳の時に映画原色パリ図鑑にモーリス役で主演を務め映画は大成功を収めるアントニーは俳優としてテレビや舞台で活躍を続ける2006年にソフィー・クレリコと結婚ソフィーとの間にルードロンとリブドロンを授かるが2012年に離婚以後アントニーはシングルファーザーとして二人の娘を養育しておりインスタグラムで 公開の中の良い親子写真が話題になる。数々のインタビューでも自分の幼少期を振り返り家族の重要性を語る。幼い頃から柔道、水泳、水上スキー、ボクシング等様々なスポーツに挑戦する。武道家から剣道を勧められたこともある。F1 レースの大ファンで30年間欠かさずに観戦。自身でもレースライセンスを取得し、 8年間で F3 フランス杯で優勝、アルファ1 4 5フランス国内大会にも参加し、アルビグランプリ24時間レースでは第2位を獲得。レザージャケットのブランドに日本のことわざ7転び8を気を使っている。ことわざの通り、転んでは起きがってきた自身の波乱万丈な人生、失敗、挫折から学んできた人生の哲学を表している。 自然を敬愛し、特に木に特別なエネルギーを感じていることから木の上の小屋に住むのが夢で自分の娘のためにも小屋を建てている。20年前に仏教哲学と出会い依頼深い造形を持つ。インタビューでも内面への影響も大きいが外部つまり人との接し方が大きく変わったと語る。F1 レーサーのアイルトンセナを F1 パイロットとしてそして彼の精神的な 強さを尊敬している。世界で最も素晴らしいサーキットは、ベルギーのシルキュイドスパイコールフランコルシャンと日本の、鈴鹿と語る。ありがとうございます。